アルバート・リチャード・スミスは、イギリスの作家、エンターテイナー、登山家。スミスは、下界の息子に生まれ、ロンドンとパリで医学を学んだ。スミスの最初の文学作品は、彼のパリでの生活についてだった。スミスは、書くことを好み、徐々に、医者の仕事をしなくなった。文学者というよりジャーナリストだが、彼は、当時の最も人気のある作家の一人となり、人気のある、 ユーモア作家となった。彼はパンチ氏の初期の寄稿者の一人だった。また1842年からは小説と儀曲を発表した。スミスの最初の儀曲は1842年に地元のサリーで上演された。それから数年の間、小説と儀曲を書き続けた。1849年にスタンブールと中東に旅行し、帰国後に旅行記を書いた。すぐ後に、 ロンドンでその旅行についてのエンターテイメントを上映した。アルバート・リチャード・スミス1850年代スミスは自分のショーの新しい材料を得るためモンブランに登ることを思いついた。体重が登山家としてはかなり重いと友人に指摘されたが、スミスは気にするな、トレーニングの代わりに勇気が僕の役に立つだろう。ちっとも恐れてないよと答えている。 1851年にモンブランに向かい、麓の町シャモニーでガイドとポーターを36人に雇い、大量の物資を運ばせた。テーブルワイン60本、セントジョージ10本、セントジーン15本、ボルドー6本、コニャック3本、シャンパン2本、レモネードボトル6本、パン20金、羊肉4脚、羊肉6型、鶏46羽などである。氷河についた時スミスたちは、 即席の高所祭りを催した。登山の期間の大半でスミスは酔っていた。スミスと3人の仲間がこの登山に使った費用は240ポンドで当時としてはかなりの大金である。スミスたちはモンブランに登頂した37番目のパーティーとなった。スミスは帰国した後自身のモンブラン登頂についての本を書き、ロンドンのエジプシャンホールで モンブラン島長についてのショーを上演した。これは大変人気のあるショーとなった。スミスは派手な舞台装置を揃え、きらびやかな夜回復に身を包んで、ステージに立ち、背景が変わるのと歩調を合わせて話し、音楽を流して、歌やモノマネを上演した。1854年5月には、オズボーンハウスで、ビクトリア女王と夫のアルバート殿下の前で、講演した。 モンブランのショーは6年間にわたり2000回上演され、イギリスで登山を人気にするのに一役買った。ハンガやボードゲームなども売り出した。スミスは3万ポンドもの純益を上げた。これは2011年時点の通貨価値に直すと180万 US ドルに相当する。一方で、スミスのショーにはホラ話がたくさん含まれていた。スミスはあくまで大名登山で、 モンブランに一回登っただけで、スミスの武勇伝のいくつかは、知り合いのサーカス工業主フィニアス・バーナムがスミスに、語った話を投用したものだった。劇作家のダグラス・ジェラルドは、スミスの章を、3分の2の真実しかないと馬鹿にしており、若手の登山家は、スミスと、その大現相語癖を嘲笑すべきものと見ていた。スミスは1857年に、 英国山岳会の創設メンバーの一人となった。1858年に香港に旅行し、これについてのショーも始めて、またもや人気となった。1859年に女優と結婚。翌年に帰還支援となり、44歳の誕生日の前日に亡くなった。ありがとうございます。